えー、こんんにちは吉谷ですす、えー、田さん、えー、お問い合わせありがとうございます、えー、質問なんですけれども、えー、今回6月18日のセミナーですね、えー、参加してほしい人についての話でブックメーカーで稼ぎたい人と打開策を見つけたい人の2点とありましたが、えー、僕はブックメーカーで稼いでさらにブックメーカーの情報発信をして稼ぎたいと思っていますブックメーカーの情報発信でやっていいもいない情報発信 で稼いいででる人はほととんどというのも理解しましたしままた非常に共感できますだからこそ本物のノウハウを学び実践して実績を出しえ本物の情報を発信してレバレッジを聞か,せたいと稼い聞かせて稼ぎたいと思っていますそんな僕も参加して大丈夫でしょうかということなんですけれどもえ結論大丈夫ですこれですねあのなんでブックメーカー寄りにしたかっていうと実はですねブックメーカーのお問い合わせが結構多かったんですよで元々 その情報発信をですねメインのセミナーにしようと思ったんですねでこの大学生も、まあ、頭いいんですけど、まあ、そのブックメーカーに関してはあの、まあ、投資まあ綺麗、うん、に言うと投資ですし汚く言うとまあギャンブルなんですねだからまあ絶対はないんですよただ今のところまあいいだけであってじゃあ今後絶対ではないわけですよねうん投資なんでうんで えー、情報発信のいいところっていうのは、ま、間違いなくそのリスクなくレバレッジがかかるってことですで彼も言ってるんですけど例えば今回彼は3万を100万にしましたじゃあこの3万を100万にした方法をなんだ、えー、じゃあ3万で売りますよとか5万で売りますよって言ったら売れるじゃないですかじゃあこの3万から100万にしたノウハウが、えー、ありますじゃこれを売ってった方がここに対してはリスクないですよね でこれを単純に例えば、まあ、今彼コンサルもやってるんですけどこの、えー、ノウハウをコンサルみたいで30万で売ってるんですけど、うん、この前も対談した前に4人ぐらいか3人ぐらい売れても100万超えてるのかなまあそんぐらいでなんでそれで稼いでますから。 もちろんそのブックメーカーの情報を発信する上でブックメーカーは継続してやるってことで言ってますけれども結論そっちの方がお金になるわけですよ。レバレッジを効くんでだ僕としては、えー、もちろんその武器があった方がいいので うん、これがブックメーカーであろうが、YouTube であろうが、Facebook であろうが、LINE アットであろうが、例えば LINE アットで稼ぐ方法、Facebook で稼ぐ方法、メルマガで稼ぐ方法、YouTube で稼ぐ方法、Instagram で稼ぐ方法、まあ何でもいいんですけど、まあ武器があればいいわけですよ。ただ、ブックメーカーの武器を、まあ、つけると稼ぎやすいです、結論。結論稼ぎやすいです。なぜならば、まあ今トレンドに乗ってるっていうのもあるし、あとは、あのー、 お客さんがイメージしややすすいい、うん、お客さんがイメージしやすいしかもそのなんかネットビジネスでお金を稼ごうっていうことを僕言ってるんですけどやっぱそれだとイメージしづらいというかブックメーカーの場合だと本当になんかポチポチするだけというかもうん本当に作業時間なんか自分でコンテンツを作るっていうことがないのでただ勝った負けたみたいな感じでかけていくだけですからそこの部分に関しては仕切りが低い。 だけど勝ち方が分からから勝つ方法を探してるわけですね。かこれは本当売りやすい商品として非常に、えー、なんかこのブックメーカーで稼ぐスキルをつけてその後情報を発信してそのレバリッジを利かすっていう部分ではブックメーカーは今いいと思いますすごくトレンドにも乗ってますしまあ僕からするとですね別に何でもいいんですけどただその 売りやすい商品ではあります。売りやすい情報コンテンツですから、これはいいんじゃないでしょうか。で、えー、セミナーではですね、えー、そのブックメーカーの話もしますし、あとはその情報発信ですね、彼がどうやってブックメーカーの情報をこう販売していったのかっていう話と、まあ、もちろん僕の話もしますから、僕は、まあ、情報商材、完全バイブルみたいな本も出してますから、えー、僕の話もします。 なんでまあ、ハイブリッドですねブックメーカーのやり方も聞けるしその情報を発信してどうやってこう稼いでいくのかって両方聞けますただこの両方にするとこのブックメーカーの方がちょっとそのボリュームがまあ4時間の枠なんでボリュームがなくなってそこまで話せないのでえー 個別コンサル16時間のワンツーマンの特典も今回つけましたので、まあ、そこの16時間のワンツーマンコンサル彼から受けてもらえれば、まあ、ブックメーカーはそこで、まあ、ある程度は勉強できるんじゃないかなと思います16時間マックスいけますから、はい、なのでまあ今回ですねえっとブックメーカーで実際稼いでその情報を発信していきたいということなんで全然来てい,ただいてっていうかむしろ来た方がいいと思います で今回のブックメーカーのそもそものノウハウが本物なので、えー、今売ってる人たちっていうのはやってないんですから彼はやってるしあと取引履歴も全部今回直近1ヶ月のやつも参加者の方には全部見せ開示してくれるので取引履歴も全部見れます多分おそらくなんですけどブックメーカーのセミナーとか行って取引履歴じゃあ全部見せてくださいってまあこの後まあそのブックメーカーに興味持ってるんであるならば うん多分いろんな人のブックメーカーやってるんでセミナーちょっと行ってみてほしいんですけどその後講師の人にじゃあ勝ってるんだったらブックメーカーのちょっと取引履歴見せてくれませんか勝ってるんですよねっていう質問をしてほしいです多分取引履歴見せてくれないと思いますよいやそれは個人情報はどのこどみたいななんか多分ああだこうで言うと思います実際本当ね8割ぐらいは多分ほぼやってないですねブックメーカーうん なぜならば何てやってないかっていう理由もあってブックメーカーの市場がブックメーカーのノウハウが欲しいっていう市場があるわけですよ。でこの欲しいいっていうニーズがあるわけですよねだからそこの勝てるよっていう情報をこう売れば売りやすいんですよ。じゃあ仮にそれがやってようがやってまいが関係なくて、うん、勝てますよみたいな情報があるとあ勝てるんだって食いつくんで。まあ、それが今ののブックメーカーカ まあ情報かなっていう感じですね、まあ、僕は裏も知ってるんで特に工学塾とかのやつに関しては結構やってないですねみんな。うん、で稼げないっていうね結論、はい、やってませんし。 なんでまあ今回本当にブックメーカーを勉強したいでそれを情報発信していきたいっていうことだったら僕もセミナーでもちろんお話大学生だけじゃなくて僕もセミナーで情報発信の仕方僕10年やってますから一応10億ぐらいは作ってきてるのでそれで、えー、その話もしますはいだからまあぜひ来ていただければなと思いますあと前田さんはですねあのドリームアカデミアのお問い合わせもいただいててそれ多分メール送ったと思うんですけど 届いてますかねもし届いてないんであるならば一応ドリアカのお問い合わせいただいて6月6日にメールの方をさせていただいてるんですけれども届いいいてないようだだっったらちょっと返信ください一応そのお問い合わせいただいてそのドリアカの期間限定のオファーっていうのを6月6日の6月6日の22時21分に一応送信してます。 期間限定のオファーということで,、はい、でもしこのメールが届いてないようだったらちょっとそれに対してご連絡いただければちょっとまたお送りすることは可能なんですけど一応メールの送信を6月6日22時21分頃僕の方から送信していますで今回ドリアカ生は無料でご招待してますので、まあ、今回ドリアカの方に入ってもし入っていただけた場合は、えー、無料ですからお金払う必要はないので ただドリアカに入ってない場合は、えー、一般の、えー、方からお申し込みください。はい、ということで、えーまあ、今回うんは、まあ、このいただいた質問内容は、まあ、その200%は還元できると思います。もう自分が欲している情報の200%以上の情報は得られると思います。あと特典に関しても。うん、だからまあ もし興味があるんだったら参加していただいた方がいいんじゃないかなと。で彼とセミナーやるのが本当に今年最初で最後だと思います。本当に。多分今年もう彼とセミナーやることないですね。セミナーは。まあ合宿はやるみたいな話はちょっと出てるんですけど、ちょっと僕の方がプロモーションを今度ずっと4ヶ月ぐらいやるので、ちょっとそっちが忙しくなっちゃってるんで、合宿ちょっとできそうもないかもしれないですね。まだ、あ、合宿に関してはね、やろうっていう話は出たんですけど、 まだ具体的にも決まってないですし、うん、ただまあセミナーに関しては、これが最初で最後かなという感じです、今年は。はい、なので、まあ、来てほうがいいんじゃないかなと思います。はい、では、お問い合わせいただいた件に関して回答させていただきました。また何かああればごご連絡くださいいりがとうございます